はい。遠野です。それでは今日は、巣鴨の閻魔大王の霊言と、それから、えー、江戸の中央閻魔大王の霊言3がカップリングで出ましたので、そのご紹介です。これは、中心にあるのは、巣鴨の閻魔大王の霊言で、それを最後に中央閻魔大王が総括するという、こういうスタイルのものであります。 で2021年の12月21日に収録されて29日に開示されましたで、えー、この収録の背景は江戸の三大閻魔を巡るという企画の中で大川総裁と総裁補佐が三、えー、つ目の善陽寺という巣鴨にあるお寺に行かれて、えー、その帰ってきた後 おぉ、巣鴨の閻魔大王レーサーされたというものであります。で、ちょっとこれまでの閻魔様とちょっと違った系統の方というかですね、最初ご登場になった時き、まあ、非常にご機嫌斜めでありまして、で、まあ、理由としては二つほどありました。 で、一つは、まあ、その、お寺自体があまり大きなものではなくて、で、参拝者がなんか、少なかったみたいなんですね。そのことについて少しお行き通りであったというのと、この善葉寺のすぐ隣に、えー、お寺があってですね。で、そこに、えー、お岩さんのお墓ですね。四谷街道のお岩さんのお墓と、 日蓮商人の像があるみたいなんですが、これが痛くお気に召さないみたいで、まあ、すぐ隣にあるので、これやっぱり磁場がこう干渉するというんですか、これを非常に嫌がっておられました。えー、まあそういうことでですね、ご機嫌あんまり潤しゅうなかったわけであります。で、さらに、 すがもといえば、トゲ抜き地蔵が有名なんですけれども、ちょっとまあ、数百メートル離れたところにあるんですけども、これとも何か、うん、あまりよろしい関係ではなかったみたいですね。えー、キーワードが出てましたけど、えー、あるキーワードで説明されてましたが、であっちはなんか商売の神であってですね、まあ、あ 何かいろいろと欲望関係の磁場、壮年が集まってるということで、まあ、そこに集まった人間は地獄に落とすみたいな少しまあ怖いお話もなさっておられました。で、えーまあ、そのば境内が小さいということはです、ね、もう上野に最初あったみたいなんですね、この閻魔様は。 で、上野でも一回なんか移転があって、二回目の移転で、1912年に、すがもに移転されたみたいで、なんか小さくなったということこれも相当なんか、えー、お行き通りであったみたいです。で、なんでかというと、やっぱり、ケーが小さいというと、力がなかなか出にくいという風なニュアンスのことと、再選箱を置いてないということも相当なんかおっしゃっててですね、 これ今回、エンマ様の特徴かもしれませんけど、どのエンマさんもお賽銭のことをおっしゃるんですね。で、お賽銭の額がまあ小さすぎるとよろしくないということをおっしゃっているんですが、今回3つ目お賽銭箱ないということでだいぶおっしゃっていました。それと、こ、あのー、 針の山というのを霊的に作りたいけど、境内地、境内地が小さいからそれが作れないということでですね、まあなんか十分に力が発揮できないというニュアンスのことをおっしゃっていました。で、えー、まあ巣鴨は形状が近いところにあるので、基本的にその形状の、に集まった罪人たちの、まあ、首を切る、断罪する、 こういったことをですね、中心に仕事をされておられるみたいで、で、これについてはですね、まあ、江戸の人間について、え、まあ、かなり、まあ、あまりよろしくないお気持ちを持っていることが分かってまいりました。で、 えー、まあ、非常にご機嫌斜めでですね、あの、あまりこのお言葉として、この、まあ、なんて言うんでしょうか、なかなか質問人も、あのー、コミュニケーションに苦労されておられたみたいですけれども、まあ、だんだん分かってきたのはですね、えー、その、巣鴨の前の,の上野にいたときに、まあ、結局、上野というのはですね、 結構いろいろあったところでして、上野でこの明治維新の時に、最後、政府軍と将棋隊という戦い、上野戦争というのがあったんですね。で、将棋隊というのは、徳川義信の警護隊ですけれども、一時はもう結構大きくなって4000人ぐらいになって。まあ、つまり、えー、江戸で無血会場を勝つ回が決めた時に、 無血会場に反対した人たちがですね、まあこう集まってきて、えー、まあ警団ですね。えー、で、ここと最後、上野戦争というのが政府軍であってですね、政府軍のトップは大村益次郎だったんですけれども、ここで激しい戦いがあったんですけれども、まあ武器効率の違いで、 え、大村松次郎の用意したアームストロング法で最後打ち破って、まあ、一日で鎮圧されて、えー、結構大きな被害を出したわけですね、将棋隊は。で、一部は、さらに会津の方に逃れて、さらに転戦していくんですけども、こことの関係がありまして、実はこの、スガムのエンマ大王は、東北の方の神様だったわけです。で、 えー、上野というところは、東北の玄関口というふうに言われてるんですけど、その通りの霊的な意味合いがあって、あそこで一つ地場が分かれてて、上野のから東北の方の前線基地のような意味合いがあったみたいなんですね。で、そこでもまあ、あ敗北して、で、東北の合図からさらにこう五稜郭まで転戦していって、えー、幕府軍は、敗れるわけですけれども、 まあ、こことの関係もあったわけです。で、さらに、えー、このルーツをたどっていくと、平安時代のですね、坂、えー、上田村麻呂と戦った東北の神がその前身でありました。この閻魔大王の。はっきり名前もおっしゃってます。これは直接聞いていただければと思いますが。 はっきり名前もおっしゃった、東北の方のいわゆるまあ、豪族のリーダーやっておられて、もしその時の戦に勝っておれば、まあ日本の全体の統治者になった可能性もあるような方であってですね。まあその、まあある種、たたれ神的になっておられるお方が、まあ今、江戸の方まで出てきて、 ただ、ま、ちょっと移転されて、菅まで小さいところにおられるんですが、まあ、そこで閻魔大王をなさってるという、こういうお方であったわけですね。ですから、ま、東北の方も結構大きな、ああ、災害があって、で、実は東北に首都を移そうという計画があったんですけれども、東日本大震災があったので、それがついえたわけですけれども、やっぱ東北に遷都したいという、 こういうお気持ちがあったわけです。このエンマようにですね、えー。まあそういうふうなことが背景であったということが見えてきた。でさらにルーツをたどっていくと、今度は、シベリアの方のバイカル湖の神であったということがさらに分かってきたわけです。でバイカル湖というのはう、世界一番、世界最古の湖と言われてて、 で、大きな湖なんですね。この南北に700キロぐらいあって、幅が50キロぐらい。最大では80キロぐらい、80キロぐらいあるような、まあ世界で一番古くて、そして、一番深い湖なんですね。1700メーターぐらいの深さがあって、だから貯水量は世界最大です。でしかも、非常に 透明でですね、北海道の摩周湖よりさらに透明な湖なんですね。まあそういうところの紙であって、ここにまあ昔古代文明があったという話にどんどんなっていきます。ここも結構興味尽きない話で、しかもまあシベリアというのは地続きでシャンバラのところとも繋がっているので、シャンバラも知ってはいるというような話も出ておりました。 まあそういうルーツのお方がですね、今、ああ、巣鴨にいらっしゃって、まあ冒頭で言ったように、まあちょっと参拝者が少なくて、境内地が小さくて、すぐ隣に、まあお岩さんとか日蓮商人のその地場とこう、ちょっと干渉し合ってる感じで、まあ結構ご機嫌はよろしくありませんでした。で、ということで、えー、まあちょっとわからない面もいろいろあったので、えー、終わった後に、 江戸の中央閻馬大王をお呼びして、これで総括をしていただいたということになります。まあ、中央閻馬大王の論書は非常に明快でありました。で、えまあ炎馬様は閻馬様なんですね。あの、この巣鴨の。で、ただ、まあトゲ抜き地蔵のあの巣鴨のこの地場自体がですね、まあ要するに、 ご老人の原宿と言われているところなんですけど、まあ今後の命運についてのコメント、運命のコメントも、運命についてのコメントも出ておりました。で、あと、やっぱり浅草の方と、それから新宿との比較論も出ておりましたので、まあこれ以上あまりこの動画では申しません。えー、ただまあ3つで比較すると、 やっぱ浅草はもっと世界に広,広がっているグローバルなところがあるし新宿は副都心なんで、まあ、ちょっと格付けが違うというような総括はあ,あったと思ってください。まあ、そういうことでですね、えーまあ、大川総裁のこれも総括ではありましたけれども、まあ、閻魔大王であってもいろんな閻魔大王がいらっしゃるということと、まあ、若干この 戦に負けたということでたたり見返しされた方があこの閻魔大王になるというルートもあるということが今回見えてきて、まあ、若干ちょっとこうこうこう隔離されておられるような感じもあったというそういうふうなあ閻魔大王でありましたでまあここ、まあ、さっき言ったようにすぐ隣に大岩山の地場があってですね 結構これは女性の嫉妬心を集めて、こう相当霊力が大きくなっているような磁場でもあるみたいでしたので、まあ今まで二つのエンマ様の磁場についてはすぐその日のうちに私も現地に行って出題してきましたが、今回はちょっと東エンマ大王のお言葉でまああまり縁をつけない方が いいんじゃないかという話もありましたので、まあ私としてはちょっとご遠慮しようかなというふうに思っております。で、まあただ今回その一つの学びとして、エンマ大王をエンマ大王があ解説するという、こういうスタイルなんですけれども、同じような、まあジャンルのお方がやっぱり解説をするということで、まあ一つよく見えてくるというケースがあってですね、 これ前回、パングルの,への返信という、この、まあ、総裁補佐さん様へ、総裁補佐に対する、えー、質疑応答の中で、えー、例えば、うん、人斬り遺像を読んで、えー、ある遺棄量を撃退したこともあったという話があったんですけど、まあ、なんかやっぱり、 非常に不思議なことなんですが、同じジャンルで、波長導通しやすい時に少し格上の人を出してくると、き量等を撃退することもできるというような、まあ、こういう不思議なですね、この霊界の演技も見えてきた。まあ、そんな霊言でありました。ぜひ、直接お聞きになることをお勧めして、私からのご紹介とさせていただきます。ありがとうございました。